2曲になっちゃうんですけど、最後まで上に1回動かすの音を聞いていってくれたらいいなと思います。私たち上に1回動かすは2022年の5月に明徳高校軽音楽部で顧問の本田先生が組んでくれたバンドなんですけど、もう活動して1年半とかになるんですけど、最近入部したての時のことを思い出して、入部してすぐに本田先生が音楽はメッセージであるってことを教えてくれて、それ聞いた当時はあんまピンときてなかったんですけど、今本田先生と上市で音楽を作っていろんな景色を見てきて、今はその音楽はメッセージであるって意味がすごい分かるようになった気がします。次の曲はうまく生きられないあなたに、眠れない夜に泣いているあなたに、本田先生が私を救ってくれた言葉を、メッセージを、本田先生が教えてくれた音楽って形で皆さんに伝えられたらなと思って書いた曲です。消えたい夜に、ただ声も恥ずかしいだろう。
なかったよ。